敷地内の柳田忠志札幌市立市政館小学校は北海道札幌市中央区南三条西七丁目にある公立小学校。建物は地上5階、地下1階の複合施設となっており、校舎の他にミニ児童館、子育て支援総合センター、保育所が併設されている。2004年4月、児童数減で小規模校となっていた。 札幌市中心部の4校を統合し、創生小学校は土地に新設する形で開校した。統合に際しては様々な反対意見も出たが、立地や設備の良さから児童向け複合施設として順調に機能している。公明の市政館とは1871年に開設された札幌最古の教育施設のことである。市政館は数度の解消を経て、 創生小学校となり、中央創生と西創生の二校分立時代の後、1965年統合により、創生小学校となった。大通小学校は、1889年、創生小学校とその分校の女子児童を収容するために開校した、札幌女子小学校を前身とする。宝水小学校は、1885年に開校したが、 翌1886年から1893年までの間、創生小学校の文校とされた。明坊の小学校は1951年、西創生小学校から一部児童を受け入れて開校した。このように、大通、宝水、明坊の三校も、いわば創生から分かれた歴史を持っており、死生館という名称は、 分裂と統合を重ねることで先祖返りしたものと言える。札幌市電が走る町根弱 P103、創生100年札幌の老いたちとともに創生、小学校創建100年記念事業協賛会、20から159ページ。札幌の小学校札幌市、札幌市教育委員会、13から14ページ。札幌の小学校札幌市、札幌市教育委員会、 17から18ページ。札幌の小学校札幌市、札幌市教育委員会。15から16ページ。札幌の小学校札幌市、札幌市教育委員会。271ページ。ありがとうございます。